まずは肩幅に足を開いていただいて、前傾するっていうのを上半身でお辞儀をするっていうよりも、どっちかというとお尻を後ろにグッと下げる。で、最初はですね、膝がピーンって伸びた状態でいいです。そこからこの伸びきった膝をちょっと緩めるぐらいで、で、この時の前傾の角度はこのアイアンの先3分の1が少し浮くぐらい、これでやっと背中、腰、お腹、力入って使えるポジションです。皆さんこんにちは、プロゴルファーの青山香織です。今日は腰に負担が少ないスイング、腰に負担がかかりにくいスイングについて解説していきたいと思います。腰の使い方の中で間違ったスイングをしてしまうと、すごく腰に負担がかかってしまって腰を痛めやすい、それってアドレスの時から決まってきちゃうところもあるので、逆に言うとしっかりしたアドレスが取れると腰に負担がかかりづらくて、うまく腰を使うことができる。その辺を詳しくやっていきたいと思います。まずアドレスなんですけど、よく見受けるのがアドレスを取った時に膝が前に出てしまって、こう前傾してるんですけど、こうちょっと猫背気味になって、腰は結構横から見た場合もこうまっすぐなっててですね、膝が前に出て、自分の中では結構前傾してるような感じなんですけど、より肩にも力入りますし、スイングがしづらいんですね。特にこう腹筋にも力が入りづらいアドレスなので、スイング中にお腹も使いづらいし腰も使いづらい。で、こういうアドレスをしている中で腰を使っていくと、ぎっくり腰を起こしてしまったりとか、うまく腰が使えないです。これってもうスクワットとか、まあ、トレーニングバリバリされている方は分かるんですけど、パワーポジションって言われるしっかりとした腰の位置、骨盤をしっかり支えてあげるようなアドレスを取っていかないとちょっと難しいですね。ただこれをすることで、また他の部分では辛いなって感じるところがあるんですけど、まずそこを乗り越えていくことで、よりいいスイングになっていくと思います。そのアドレスなんですけど、まずは肩幅に足を開いていただいて、ヘッドを置いた時に、この前傾するっていうのを上半身でお辞儀をするっていうよりも、どっちかというとお尻を後ろにグッと下げる。お尻を下げることによって自分の体が前に倒れるのを促してあげる。こういう感じですね。これが大体の人はこういう風になりがち。膝が曲がって頭から倒れようとする。こうもここ背中も緩んでますし、猫背になるし、お腹も緩んでしまうので、ここからお尻をグッと後ろに下げて、で、最初はですね、膝がピーンって伸びた状態でいいです。何も膝をまず曲げるっていうところから入らずに、お尻をグッと、で、そこからこの伸びきった膝をちょっと緩めるぐらいで、しっかり地面を足の裏で踏むことができるので、まずここから、で、この時の前傾の角度はこのアイアンの先3分の1が少し浮くぐらいっていうのがまず理想なので、ヘッドはそこに合わせていただいて、そこに対してお尻をグッと下げていく。これでやっと背中、腰、お腹、力入って使えるポジションです。一回打ってみますね。このこっちから見た時に、私の体がこの斜めの状態を保ったままスイングしてると思うんですけど、これがやっぱりどうしてもやりたいけど腰に負担がかかってしまうから難しいっていう。ただこれを、まあ、こういうアドレスで打ったとして、もう今すごいシャンク気味なんですけど、体がこう立った状態でスイングしていくと、なかなかその前傾もキープできないですし、ボールに力が伝わらない。上半身も浮きやすくなりますし、デメリットがすごくたくさんあるので、まず体、腰、しっかり回転を使うためにはアドレスのパワーポジションをしっかり作っていってスイングをしていく。で、これで見た目はすごく腰に負担がかかるんじゃないかって思うんですけど、骨格的には自分の状態が横にこう回っているのが前傾して綺麗に回るだけ。だけどさっきのこのアドレスだと
スイングはこういう斜めのスイングをしたい軌道なのに、体は横回転をしてしまうので腰に逆に負担がかかってしまうので、しっかりこの自分の胴体をきれいに回転させていくためにはアドレスの状態をキープして回転していく方が体にはすごく負担が少ないと思います。正しくスイングができた時にきついなって思うポジションは、まずアドレスの時にやっぱりこの背中に感じる張りみたいなのは、まあ私たちは普段もうこれが通常のアドレスになっているのでそこまで感じることはないですけど、今までこういうふうに楽なアドレスをしてた方はしっかり取ることでこの腰の後ろがすごく張ってる感じがします。あともう一つはこの腿の裏ですね、ここの腿の裏がすごくストレッチされてるような感じがして辛いかと思います。でこの中で前傾をキープしたまま打っていくことで、最後この腰フィニッシュの時とかもすごく負担がかかってる感じはしますけど、それっていうのはやっぱりこう筋力を使っている辛いなって思う部分だと思うので、これをやってでも腰が痛いっていう人は様子を見ながら練習をしていただきたいと思いますけど、まあ、正しくアドレスを取ってスイングをした場合でもある程度筋力は使っているので多少の負担はあると思いますが、それが正解だと思いますのでぜひやってみてください。